神奈川記録更新させるんだったら285キロでもいいんですけど、やっぱ僕はね290キロって目標があったんで290キロに申告しました。はい、正直ね上がんないと正直思ってた。だけど絶対引ける絶対引けると思って、もう始まるまでずっと言い聞かせてました。もうずっと言い聞かせた。で、もう指の一本ぐらいくれてやるからこれ引かせてくれって思って、試技に挑みましたね。うん、もう腰がクタクタって嫌だけどでも指の一本ぐらいくれてやるからこれ引かせてくれっていうつもりで引きました。恐怖心はねもう正直なかったというか何も考えられなかったですね。もうで浮いてここで止まるんですよ。ここで止まってよく煽んなかった、揺さぶらなかった、耐えて耐えて耐えて引き切った。で白2本、もう本当に心の底から嬉しくてガッツポーズしました。初めてね本当に嬉しくて、演技じゃなくて心の底から嬉しくて、初めて人生で初めてガッツポーズしました。うん、こんなに嬉しかったこともしかしたらなかったかもしれない人生でね。本当にそんぐらい嬉しかったです。ベスト記録ではないんだよ。もう本当に泣きそうになってるんですよ、もう裏で嬉しくて。うん、